半年ぐらい前からこのゲームかなり話題になってましたよね。ストレイというゲームをやっていきたいと思います。ストレイってね、日本語で迷うっていう意味なんだけど、まあ迷い猫のゲームなんですね。ものすごく、猫がリアルというか、まあ、本当に猫になりきってというか、こんなに猫をしっかり、研究されて、まあ、グラフィックとかね、動作とかも含めてしっかり研究されてるゲームはないって言ってかなり、バズってたゲームです。ちょっとやってみましょう。まあ、ゲーム内容としては、まあ猫が、近未来の都市を、迷ってさまようみたいな内容なんでしょうかね。俺もね、猫はまあ2匹、雑誌をね飼っているので、猫については詳しいんですけども、雨の中でもね、やっぱ野良猫とかね、猫が外でどんな生活してるかっていうのは俺あんま知らないのよな。めっちゃいる。この子たちは三毛猫かな。俺はどれだろう。近未来って書いてあったけど、もしかしたらもう人間がいなくなった世界とかなのかもな。あー、俺手前にいる猫なのかな。なんか爪研ぎとかね、猫がやりそうな動作は一通りできるらしいんですけど、まずちょっと近くで見たいよ。あー、かわいい猫ちゃんだね。逆境が良くない、逆光が良くないですね。かわいいかわいい猫ちゃんですね。このあごひげの下とかね、ちょっとブツブツとかできやすいんですけども、いや猫ちゃんかわいいですね。なんかね、すっごく猫をぬるっと操作できてる。他にジャンプとかあんのかな。R2 で走りますね。ほんと猫の走りですよね。で、ちょっと視点を寄ったりもできて。あ、うちの猫のがね、鳴き声は可愛いですね。三角、喋れるのかな猫同士。あ尻尾でじゃれついてる。これはたまらないゲームだな。黒い猫ちょっと嫌がってない。あー、遊んでる遊んでる。ちなみにうち2匹猫いるんだけど、猫同士の仲が悪すぎて、飼ってから一度も触れ合ってんの見たことないですね。まあ、ちょっと年の差とかオスメスの違いとかもあったりするのもあれなんですけど、最高のゲームかもしれないこれは。この猫はやっぱあれなのかな、捨て猫っていうか、もう外の猫、飼い主とかはいないんですかね。いやー、猫がなんか自由に生きてる。はい、お、じゃれついてるね。あー、こんなん見たことない。うちの猫同士全く見たことがない。はい、とりあえず一通りやり、遊んだけど、いけないわ。よかった。こっから飛び降りてね、猫ゲームオーバーなるとか見たくねえからな。あ、俺もここに寝ましょう。あ、一緒に寝よう一緒に寝よう。あー、素晴らしい、優しい世界ですね。猫カフェだ。猫カフェとか行ったことないな。やっぱ自分家に猫がいるからさ、なんか行こうって気にならないんだけど、いろんな猫とか見てみたいんだよな。でも行くならやっぱなんかフクロウカフェとかになっちゃうんだけどね、結局。そう、どういった話なんだ。別に猫が冒険する必要がないというかね、あそこで暮らしてたらいいんじゃないのって思いますけど。こんな猫の前に虫とかいてみろ、大興奮ですよ。うるるるうるるるっていう、うるるるるっていう、もう大興奮で追い回しますからね。で、足跡があるね。雨やんだっぽいな。こっから大冒険が始まりそうだけど、どうしたんだにゃ。何かあったのかにゃ。チュールがあったのかにゃ。かわいい、みんなが、行くの、行くんですか、大冒険始めるんですか。はい。わあ、でもこんなところよく歩けるよな。インサイドウォール、なんか古の文字っぽいよね、上のやつ。なんだインサイドウォールって。壁。わあ、歩くね。ここが猫のあれなんだろうね、散歩道なんだろうね。トコ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 ってあるよ、歩くね。やっぱ猫ってそんな強くないイメージあるけどさ、聞いたことあるけど、本気の猫とケージの中で喧嘩したら人間は絶対勝てないみたいなことを言っている人がいたっていうか、まあ、バキの作者さんが確か言ってたんだけど、なんか本当に
めちゃくちゃもの剣とか持ってないと基本的には勝てないらしいです、本気の猫に。やっぱ動物の身体能力とかは本当にすごいらしいですからね。ジャンプとかないのかな、なんかジャンプとかしたいよね。あ、バツ。おお、登れる、すげえ。なんか収集とかなので×で降りたりできる。あんなとこ登ったらもううちの猫だったら降りられなくなっちゃいますけどね。で×。なるほど、ジャンプはどうやらなさそうだね。まあそこ登ったりもできそうだけど、とりあえず大冒険だな。ここってなんか水、雨だっただけでなんか水に埋まってたような気もしなくもないけど、にゃっ、こっちだぞ。あ、もしかして仲間いんのかな。いいね、丸で、あの丸を押して鳴き声で呼び寄せながら行くみたいなさ。こっちだにゃー。いや最高だな。こいつ何なんだろうな。おい、こっちだにゃん。おい、あ、来た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 。いいねいいね。名前、みんなの名前つけたいな。忘れちゃいそうだけど、こいつの名前何なんだろう。やっぱ名前はないのかね。あ、爪ときかな、これもしかして。ほら、猫が爪といだ跡みたいなのあるもん。わかりますよ、もう壁ガリガリだから。エルリとアルリ、そう、壁ガリガリなんのよ。うちの敷金は絶対に戻ってこないの、これ。猫がいるとね、犬がいるとまあ関係ないんだけど、猫がいるとね、敷金ってね2倍取られたりするのよね。なんか例えばまあ敷金1ヶ月分とかだとして、10万とかとかに住んでたらね、10万円とかなるんですけども、猫飼ってたら敷金ね20万円払わなきゃいけないですからね。だからものすごくいい家とか住んでたら、敷金猫のためにね、プラス50万円とか払わなきゃいけなかったりもするんですよ。あ、大丈夫か、この水。うちの猫だけなのかもしれないんだけど、猫ってこうやって溜まってるね水よりも、あえてポタポタポタってなってたり、まあシャワーの水とか水道の水とかね、うちの猫だけかもしんないけど、そうやって流れてる水じゃないと飲まなかったりするよね。で、そういったね、流れてる水を作る、まあ、猫グッズというか、猫のなんか、おもちゃというか、そういうのもあったりするんですよね。どうした、じゃれやってんなぁ。かわいい、たまらん。え、すごいなこれ、猫の。猫の質感っていうか、すごいですね。うちの猫の片方は鍵尻尾なので、尻尾めっちゃ短いんだけど。いる？あ、いるね。いや、でもなんか、一人で、ね、冒険すんのかなと思ったけど、仲間がいるのがすごいいいね。あ、そういうわけじゃないか。カラーンって音が鳴ってんのかなと思ったけど。このトコ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 感がいい。バツ。こういうとこ登って、なんか実はなんかあったりしない？うん、落ちましたね。特にないのかな。なんだろうな、このね、猫の名前。漱石かな。うん。名前はまだないからね。この、こいつの猫の名前は漱石にしましょう。黒猫ちゃんかわいいね。なんて名前にしようかな。まあ、黒とかは、黒だとちょっとまあ、なんだろう。面白くないかな。基本的にね、どう、なんか、ペットとかの名前とか、ポケモンの名前とかもそうなんだけど、食べ物の名前をちょっとつけたくなるんだけど、お、ここいいね。わざわざ危ないとこになぜか猫は行きたがるんですよ。黒色何がいいかな。あれ、黒色どこ行った？おい、黒？黒？黒じゃない。黒じゃないです。あれ？黒猫どこ行った？あれ？まさかな？ないよな。え？後ろにいたよな。黒猫ちゃんいなくなっちゃったよ。おー、いけないのかな？オンリーって書いてあるな。連続ジャンプは×を長押し。これでいいの？はい、はい、はい。すごい運動神経だ。あ、クロちゃんいた。クロちゃんじゃない。なんて名前でしょうかな？黒色。影。とりあえず、忍びって呼ぼうかな。うん、忍びです、あいつは。忍びは多分一番ね、運動神経とかが高いんでしょうな。で、無口。え？そっち？おー。そっち行くんだ。すごいな、なんか自由に行くね。猫ならではのなんか行動っていうかね、自由さが出ててすごい楽しい。ほら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 。虫の方に興味いっちゃったんだな、忍び。
可愛いな。君らの名前もつけたいけどね、まだちょっと思いつかないんだ。思いついたら君らの名前もつけてやるからな。ほい、やべえ、もうずっとこうやってもうこいつらと一緒に、特にアクションとかも何もなくていいからさ、観察するわ。もうずっとこうやってうろうろしているだけのゲームをやり続けたい。なるほどなるほど、君らの行動を見させてもらうぞ。やっぱ忍びはあれだな、運動神経ありそうだな。待ってくれてんのかな。危ねえ、絶対に通っちゃダメ、絶対に通っちゃダメ。確実にレスキュー隊が出動してさ、テレビとかで、ね、取り上げられるやつだよ。お、来た、危ない、大丈夫か忍び、お前いいけど、いやー大丈夫なの本当に。あー大丈夫、いやそらいけないよ、いや危ない危ない、すごい運動神、あー漱石、漱石だよなこれ、漱石、あーかわいい、かわいいけどかわいそう、あーかわいい、かわいいけど、かわいいけどかわいそう、落ちちゃう、あー死んだ、水戸をない、俺は水戸をないぞこんなとこ、うわー、猫の体の柔軟性でなんとかなってたりせんかな。一応爪でギーってやったからさ、それでちょっと衝撃とかが抑えられてたらいいけど。あー忍び、忍びとそのね、その仲間たち2人、まだ名前はつけてないけど、はぐれちゃったか。一人一人出てきたりすんのかな、 RPG みたいに。え、足引きずってない、あー左足怪我しちゃってるじゃん、もうすぐ動物病院行くわ、弱ってるよこれ。うわあ、誰かお医者さん呼んでください。視聴者さんの中に動物のお医者さんいませんか、動物のお医者さん、獣医さんはいませんか。あと石油王と、あ、なんか動いてるぞ、え、ゴミ袋が動いてる、ヤブクロンか、ヤブクロンの色違いか。近未来だからね、なんかちょっと近未来感あるんだよな。なんか出てくるかな。え、何？亀みたいなやつが動いてったな。助けてくれんのかな？あいつらが猫を連れてって、もしかしたらなんか、ロボット犬みたいになったりすんのかな？いや、足引きずったままだな。あれ？もう結構やばそうだったのに。あ、治ってる！え、さっきのゴミ袋みたいなとこと違うのか、これ。どっち行ったらいいんだ？あ、走れる。直してくれたのかな？もしかして。ゴミ袋ある。ここはもう橋の下。あ、ここだ、ここ。ここに、ここから入ってったのかな？ちょっと世界観も興味ありますね。ちょっと汚そうな水だな。ゴミだらけ。そして人の気配がない。そして錆びれている。もしかしたらもう人間はなんかね、環境汚染とかで滅んでしまった世界観なのかもしれませんね。ここだ、猫だから入れますね、ここ。おお、猫視点、猫も木から落ちる。かわいい実績を、トロフィーを解除しました。デッドシティ、誰がつけたんだデッドシティって。死の街だよな、もういないんだな人間。ということは環境汚染、隕石が落ちたとか、なんかそういったものがあったりすんのかもしれんな。ちょっと待って、オッケー。やっぱ見たことのない言語を使われてるね。うんうん、なんだこの火のやつ、めちゃくちゃ怖いな、ゴーストライダーみたいな。でここ登って、すげえ、よく登れんな。え、かわいいだろうな、監視カメラみたいな、監視カメラを監視する人になりてー、これは湧き立つよ。これ湧くね、監視モニタールームめっちゃ湧くな、かわいいってなるな。泣いてます、いないか、まだ他の2人に名前もつけてやれてないんだよ。お、こっち、おお、いろんなとこ歩けて面白いね。ん？ん？機
械だな、亀じゃない。え、これ何、ロボット、え、ロボット、これは調べられるわけじゃないのか。どこ行った、普通にこっち行ったのかな。なんだ、もうロボットとかがいる世界観なのかな。もうなんならロボットしかいない。監視カメラ見てる。もしかしたら、え、星、星がおかしいな、上の。ちょっと見てください、ほら。なんか人工的な星なのかもしれんな。本当はもうここドームみたいになっててさ。ヘルプ。ヘルプ？え？猫に助けを求めてるってこと？人間は滅んでるけど、まあ猫とか虫はいるんだもんな。すげえ。猫ってすごい。かわいいね。フォローミー。えらい助けを求めてるな。でもこっちが助けられた立場だからな。なんか閉じ込められてたりすんのか。フォローミー。お、監視カメラある。こっちか。はい。おお、すごいすごいすごい。ちょっとリトルナイトメア感があるのかな。こんな感じでいろいろ 3D でね、何かしたりとか。閉じ込められてんのかな、もしかして。フォローミーって言ってる人は。これ持ったままよくいけんな。うちの猫じゃ無理だな。こんなことしてるの見たことないもん。こんなものを持ってるというかね。まあ、めちゃくちゃ盗むけどな。食べ物、俺の食べ物、俺がね、猫によって失った食料の食料はマジで何だろう、うん、100食分ぐらいになっちゃうんじゃねえかってぐらい。これを捨てて巻き込ませるとか。よし、オッケー。美しい。リトルナイト メア脳とかね、インサイド脳とかでなんとかなりましたね。うわっ、あー音鳴るな。結構高いですね、この感じ。こうやってそのまま滑り落ちて死んだりとかもあんのかな。いたずらしてんな猫がさ。棚の上のものとかを落とす感覚はこれなのかな。猫っぽいな。物めっちゃあるところとかはいけないのか。これ物がものすごくあるところは逆に猫なぜかね、器用にかわしながら行けたりもするんだけどね。え、どこ行くの？こっち？うわ、よく登れんな。こっちかな。あ、いや、そういうわけじゃないのか。いや、そういうわけじゃないな。登れたけど、うん、違うな。え？いやらしいな。行かないらしいですね。お、行った行った。え、なんで行った？ダッシュだといけるってことかな。ちゃんと走らないとダメだよってことだったのかも。オッケー。いや、運動神経いいね。人間には真似できないですね。まあ、こういうのは全部落としていきます。漱石はこういうの全部落とす猫です。うわあ、大事だったのか。今助けるぞ。だからこっちも助けられたわけだからね。あ、大丈夫か。青いインクとかついてない。こんなんで部屋の中歩かれたらたまったもんじゃないんだから。大丈夫そうだな。おお、出たー、爪研ぎだ、床パターン。終わったー。ソファーとかね、布系のソファーとかでもやるんですよね。その時はマジでね、はたきますね。さすがにはたくしかない。ダメと教えなきゃいけないので。あ、で、先ほど言った、こういうところ、テーブルとか歩くんですけど、あ、でもこいつは落とすな。なぜか器用にね、こういうペットボトルとかをね、落とさずに歩くことができるんだよな、猫。やっぱ人間が住んでるところっぽいな。なんかこう、おばあちゃんにしか、父にしかないやつ。猫明らかにこれ遊ぶよな。
いやね、誘導されてるよね。なにこれ。あ、水だ。かわいいなぁ。いいゲームだね、これ。ものすごい話題作だったもんなぁ。こっち行けって言って。え、人ん家をくぐり抜けて、どこに向かってんだ。なんかあるぞ。あ、ははははは。たまらねぇ。たまらない可愛さがそこにはあるな。なんだこれ、0476-2466。なんだろうこれ。同じ紙が。宝くじとかかな。それともなんか、地球がもうまずいってことで、宇宙に逃げるみたいなさ、そういう、なんか政府が発表したときに、なんかマイナンバーじゃないけど、この番号の人は逃げれますよ。他の人は見殺しですよ、みたいな。そういうのとかあったりする。あれ何この、いなくなってる。なんだろう、この真っ黒クロスケを追っている気持ち。メイちゃんの気持ち。てててて、あ、いない。ネズミ、うわー、ロボットー。あ、尻尾立ってる。怒ってますよ、これ。警戒してる。君は何なんだい。うよ、おーおーおおお。はい、猫やりましたー。すげー、触れ合ってる。何なんだろう、こっちになんとか誘導してんのかな。どこか閉じ込められたね、メカニックというかメカオタク的な人がさ、どこ行ったんだ。こっちいろいろ見れそうな場所はあるはあるんだけど、ちょっと先に進んでいこうかな、気になるからね。おお、どっか行った。え、たまらんな、でもこのゲーム。さあ、猫行きます。大丈夫？この猫に嫌な目に遭ってほしくないからな。え？うわ、気持ち悪い。素直に気持ち悪い、これは。警戒してる、警戒してる。あ、シャーってやってる。猫が怒った時、シャーって言うんです。え？いや、でも、ここら辺に全部いる。長押しね。ここら辺にいるの。ちょっと、どうした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 。わわ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 わ、めっちゃ襲われてる、めっちゃ襲われてる。めっちゃ襲われてるけど、なんかうまいこと。うん、やめて、うん、当たるとき当たりそうだな、これ。え、めっちゃ急に牙向いてきたじゃん、こいつら。なんだこいつ。生命エネルギーを奪おうとしてる、もしかして。でもその割には直したもんな。何がしたいんだ、この猫は。危ない、怖い。あー、やめてー。やめてください。飲みが、体が痒くなる。早く行こう。お、こっちに喫茶店があるのかな。どっちで合ってんの。なんか右下も行けそうだったけど、なんか富士壺みたいなやつ。あー、怖い。なんか、やめて、めっちゃいる、めっちゃいる。怖い。座れる、メトロイドみたいに座れる。ジャーンプ、よいしょー。でも誘導されてたのかもしれんな。めちゃくちゃモニターがある。デイトレーダーがいるのかな。助けろ。え、これニャーって泣いてることによって、これチカチカしてるっていう、いや、そういうことか。あ、そうだな、ニャーって泣いたらなんかチカチカする。え、なんでだろう。やっぱメカニックがこっちに誘導してるんだな。美味しそうなご飯。めちゃくちゃ追ってた。でも結構遠いね。こっちよく行けるね。すごいな。こいつの方が忍びだな、もはや。ほい。ん？で、どこ行くの？あ、ん？え、どこ行きゃいいの？にゃ。おう、こっち行けないよね。ちょっと見回してみましょうか。やっぱ近未来だけども、さびれてる感じはするな。あ、こっち行けるね。うわ、怖い。大丈夫か。え、次どっち。え、あ、怖い、よかった。そっちしか行けないよな。で、次こっちだ。ほい、走ってこっち。よし、オッケー。頑張ったね、賢い。めちゃ賢猫。
まあ、猫の体重だったらなんとかいけるか。おーおお、そこ登るんだ。あ、監視カメラがある。やっぱ追ってるね、こっちを。あ、あそこっぽいね。ほい、おお、入った。洗濯機、コインランドリーかな。行くぞ。で、こっち行って、バツ。あ、すごい楽しい遊びできないの。楽しい遊びはできなそうだな。で、次どこ行くか。意外と行く場所がね、わからないの。難しいね。猫が鳴いたらなんかエネルギーが。あ、はいはいはい。なんでこう光るのかもわかんないけど、ここを通っていくってこと？あ、動かせた。そっか、中側からできるんだ、これ。俺がやりたかったことできましたね。戻らないで。で、これで、あの上だ。すげえ。猫の身体能力を舐めてると、意外と行ける場所が多いのよな。よし、ジャンプ。さあ、どこに向かってんだ？これ。行けそうな場所多いね。よし、できて。このまままっすぐ行っていいのかな。なんかもう、あー、猫、いやー、おー、ぶねー。ドックドックだろうな。怪我しないでくれよ。俺はもう怪我してる猫が見たくないんだ。あ、で、登って、こっちだ。おお、すごい。猫ってすごい。ほい、これ倒せる？倒したりはできない。いけんのかな？いけない。待って、こっからダッシュ。いけない。あ、ここ。おい、オッケー。予想だにしないところに行くな。うわ、怖い。怖いもの知らずだね。漱石こっちだ。よし、そろそろ着くかな。ほい、そろそろ誰に誘導されてるかとかを知りたいね。ロードされた。これ泣いたら、ほらほら、ちょっとなんかこっちだよみたいな誘導がされてるような気がするんだよね。俺だったらここのこの柱に頭ぶつけて終わってましたね。しょ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、なんかたどり着いて着きそうじゃない？で、ところどころちゃんと監視カメラがあるのよね。ちゃんとこっちの誘導を待ってるというか。おお、おお、すごいや。で、あ、ここ、おお、この看板ね、さっきもあったよね。そろそろ会いたいんですけど。三角、え、あ、これを取ったことによって換気扇が止まったってことだ。お、持ってる。もういらないんじゃない？電池かな。これを持ったまま、え、いけんの？これ持ったままよくジャンプできんな。なんか持っときたいな。アパート、おお、着いたかも。はい。いや、このゲームが一体どんな、え、え、あれ、なんかさっき見たとこと似てる。ちょっと違うか。戻ってきてないよな、俺。戻ってきてるんだとしたらすごいぞ。こんな駅を言うとよく実況してたな、こいつってなっちゃうからね。あ、違う。助けてください。猫はこういうことするのよ。うちの猫はそこまでこれやらないけど。ダウンのためボディが必要です。うん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 。謎のプログラム。ドアの向こう、電源オン。お、なんかうまくいった。やりとりができた。ほい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 。電源をボディ探す。ボディを探すって言われてもな。どこがいたの？こっちか。ほい。
ボディ。お。ボディなんかないけど。こういうとこ猫来てほしくないだろうな。特になんもないけどね。お、あそこの上側になんかあるぞ。おお、ここ。ああ、電源。この電源を。ああ、これ4つ探せってことかな。バツ。おお。1個でいいのか。はい、動いて。え？あ、監視カメラのとこ。いけるなったよ。あ、あるじゃん。これも抜くんだ。うわー、分かりにくいねー、これ相当難しいぞこれ。はい、でこれでなんかちょっと機械が動かせるやつが増えてたりとか。もう一回やってみる。戻った。戻ってもねー。あ、外れた。ここにもあった、よく見たら。はい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 。でこれをはめてあげると。おー、パソコンついたね。あと1個どこにあんだ。あ、これだ。あった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 。オッケー。すごいな、もう紛れてるからわかんないね。頭いい猫だなそれにしても頭良くないか。あんなはめたりできないでしょ。5歳児とかでもできないんじゃないか。5歳児はできるか、さすがに。あ、人がいて、こいつが助けを求めた。コールドスリープ装置かな。ちょっとそれっぽいよね。なんて書いてあるんだろう、あれ。はいはい、ちょっとコールドスリープ装置っぽいよな。こっち泣いて、これを落としたら落とせんのかな。はい。あ、なんかパーツ。猫すごいな。よくこの猫に助けを求めてそれがうまくいってるな。ん？ラジコンみたいな持ってるけど、どこに刺すんだろう。こいつの顔に刺すのかなとか思ったけど、そういうわけでもないっぽい。これ何、何だろうこれ。カメラ顔。あ、そっか、これのここの装置と同じだな、この段ボールの。ん、なんかここにスキャンしろってことか。前の部屋に戻ったら、頭のいい猫ちゃんですね。さあ、漱石、新しい飼い主が見つかるのかな。これでコールドスリープから目覚めさせるんだ、猫が。そして飼い主を見つけて可愛がってもらって、モンペチももらって、ハッピーエンド。猫が遊びそうなものなら、ドローンっぽいコントローラー。お、動いた、飛んだ。ドローンだな。あの、ずーっとなんか野良のさ、なんかメトロイドっていうかね、カニみたいなやつらの仲間かな。B の2分の1。やるやる、めっちゃやる。すっごいこう猫の行動というかがそっくり。猫がやりそうな行動をすごいしてる。動きとか研究し尽くされてるな。 B の2分の1くんだな。あ、え、喋んの。うまくいきましたね。助かりました、ありがとう。デッドシティに猫がいるなんて、カメラがおかしいかと思いました。やっぱいろんな監視カメラを見て、まあ誘導してたりしたってことか。ああ、自分の名前が思い出せません。記憶領域が壊れたようです。長い間電子ネットワークの中に閉じ込められていました。ここにいた科学者のもとで働いていました。科学者のもとで働いていた AI とかなのか。あ、 B12 なんだ、2分の1じゃなくて。私のことは B12 と呼んでください。私のボディにそう書いてありますので。デッドシティは危険なところです。でもあなたはうまくやっていけそうですね。ここを出ましょう。ついてきてください。ほう。もう一匹じゃない。
いや、4匹いたんだけどね。え、あのキーでドアが解除されます。よく覚えています。やって差し上げましょう。やってくれんの？うわ、ありがてえ。やってくれてる。理解してんのかな、そもそもこれ猫。そうです、バッテリーが、ダメだ、もうなくなりそうです。こちらに来てください。新品だったのかな。新品の時って電池ちょっとしかなかったりするもんな。これをつけてください。え、そんな重いの。この猫が、いや、嫌がってる。そうなるんだ。猫こんなん背負ってる。いや、そう。重いんだな、結構。ちょっと置いてくれ。このバックパックはあなたのような小さな四足歩行の動物用にデザインされています。猫用なの。背中に馴染みませんか。すっごい嫌そうだぞ。ご心配なく直になれますよ。キーをデジタル化してバックパックに入れました。持ち物、お、持ち物、はあ、メモリ、なんだメモリって。これを集めて行ったりするみたいな収集要素もあるみたいなことなのか。調査するってあったな。その調子です。何か気になるものがあれば私に見せてください。または近くの誰かに見せてください。そろそろここから脱出しましょう。ちょっと待って。お、ライトつけてくれた、ありがとう。でも俺はガリガリをしなきゃいけないから。なんか反応してくれたりすんのかな。楽しいですかそれって。100万で買ったペルシャ絨毯が台無しですみたいな。あ、キー、これを使う。すげー、カードキーみたいな感じで使えるんだ。ライト使ったりとか。またさっきのやつってどうやって開くんだっけ。あ、これじゃない、さっきのやつ。お、このアパートを出ていく必要があります。メインドアを試してみましょう。私が開けることができるはずです。ライトの明かり、あー、ここでライトの明かりね。上でなんか映ってんのよな。メモリを見る。センサーメモリデータを近くで感知しました。あ、ここは1個メモリが入ってるってことなのか。え、これって、ん、近くにあるってこと。そんな感じするな。このなんかインスタ映えしそうなさ、ハワイの壁面とかにありそうな、インスタ映えしそうなこのスポットの近くにこのメモリがあるよみたいなことなのかな。あ、もうなくなっちゃったのか、アイテムは。ここ開けてもらおう。テン、デジコード。え？え？え？知らんけど。やっぱダメだな。やっぱニコニコはもうダメか。え？どっかにデジコードを探せってことなのかな。それともなんか B12 だもんな。ああ、切っちゃった。ああ、落としちゃった。どっかに書いてたりする？いや、書いてないよな。こっちの部屋とかに。これ！あ、あ、読む。うまくいきますようにと書いてある。うまくいきますように。こういう文字も読んでくれんのか。うまくいきますようにってことは、なんか、あれなのかな？こうやって実験というか、なんか試してんだな。0478。どうだろうな。どうだろう。ありえるかな。0478。ゼロなかったよな。じゃあ違うか。おい、教えてくれよ、お前。あれ、こっちある？ライトつけて。あ、あ、数字ある？あ、3748だ。あー。あ、26。オッケー、外の世界に出れた。猫って意外縦になったら長いんですよね。身長は高いんですよ、猫って。実は横長だからね。え、超えんの？うわ、何ですかこれは。ここは向こうにエレベーターがあります。何やら重要そうです。
行ってみましょう。外には出てないんだ。すげえ、まさかの大冒険だな。かわいい。あ、あそこの中に入った。うわー、あの3匹と再会することあんのかな。うわ、お前何つけてんだよそれとか言われんのかな。背中のやつなんだ、重くねえのかお前。待って、出た、ハワイの壁面出たよ皆さん。メモリー、ここの近くにあるってことだよな。ちょっとここの近く、おお、1個目あれなのかな、教えてくれるのかな。待ってください、覚えています。アウトサイドって場所だね。遠い昔行ったことがある気がするのです。あなたはそこから来たのでしょうか。アウトサイド、私は誰かに必ずそこに行くと約束しました。でも誰に、誰に。このポストカードを元に書かれています。持っていきましょう。このポストカードがここの壁面に書いたやつだよな。新しいアイテム入手。なぜこんな記憶があるのでしょうか。この記憶はどこから来たのでしょうか。このちっちゃな機械にもともといた人間の記憶をまあちょっとなんか植え付けてというか移植して、しかしちょっと壊れてるからしっかり覚え出せないみたいな。前に進みましょう。メモリがあんのよ、メモリがここ。あ、新しいメモリ。メモリってもう記憶的なことなのかな。そういった意味でのメモリなのかな。これはもう変、あ、アイテム書いてある。なんか書いてないの。お、見せる。アウトサイド、必ずまた青い空を見ることができます。へえ、この2人の物語なんだな。なんかいい相棒感あるね。はい、じゃあそろそろ今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。とても可愛い視点で終わりたいと思います。いやー、このゲーム面白いね。猫のこの自由さというか、うん、どんぐらいの長さなのかわかんないんですけど、このゲームちょっとやっていこうかなと思います。 B12 ちゃんとね、この漱石の大冒険、まあ、漱石の記憶を取り戻す、そして最終的に人間がね、多分あそこの、あそこに人間が眠ってんじゃないかな、コールドスリープ、そして最終的に飼い主を見つけるっていう、そういうね微笑ましい展開になると俺は信じています。今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。ストレイ、猫とても可愛い。